マレッティが言及したこのビショップは、ダミアン・ビショップ、治療薬の発見者。6115の犠牲者を人間に戻すワクチンだ。治療薬、効果があったのか。そのはずだったが、何かが阻害していた。ビショップにはある理論があった。彼は集合体としてのアンデッドを制御する個体生物、アンデッドブレインが治療薬を阻害していると確信していた。2065年に会った時、彼は秘密を解き明かしていた。瞬く間にニュースは広がり、彼らはエチオピアで拉致された。あれはテイラーのチームとの作戦だった。アンデッドであふれる基地へビショップの回収に向かった。死体がうろつき回る中、注意をそらす必要があった。何かでゾンビの気を引き、その間にビショップを回収できるように。私たちはまだデッドキラーではなかったため、策を練るしかなかった。幸い上空には多くの NRC 機が飛び、 NRC のデッドシステムも機能していた。敵の航空機を自動的に狙い撃つレーザー砲だ。それで注意をそらしたのだな。テイラーのチームが脱出手段を用意していたけど、残念ながら私たちの陽動は長くは持たなかった。残りの NRC が管制が無線で応答しないことに気づき、兵士を調べによこした。司令部はサテライトステーションに回収地点をセットした。上空を旋回する自動操縦機の1機を狙うようレッドシステムを再設定した。アンデッドには大きな爆発を好む習性がある。夕霞島に誘われる虫のように。つまり明かりをつけてやればよかった。残念ながら墜落場所までは完全に制御できなかったが、ヘンドリックスは計画通りに機体が墜落して陽動が成功したことをテイラーに。私たちは NRC を片付けて移動した。ビショップは滑走路の先にあるセキュリティステーションの地下に拘束されているはずだった。ヘンドリックスは撃つなと言った。基地は NRC 兵と編んで、滑走路を渡るとその先のトンネルがセキュリティステーションにつながっていた。ヘンドリックスが警備兵を始末した。私はビショップを見つけるためシステムをハックした。
なぜ NRC はまだ基地にいたんだ。そんな危ない状況で。奴らは治療薬を求めていた。ビショップのチームをさらったのもそのため、手段を選ばなかった。アンデッドがドアを突き破ってくるまで、奴らは自分たちの仲間を救う名目で研究者を拷問にかけて痛めつけた。それは恨みなどではなく、単なる自衛本能だろう。ビショップの発見に関する極秘情報が漏れると、彼は世界中から追われる存在となった。 NRC は最初に彼の身柄を押さえたに過ぎない。どの国もそれぞれ独自に動いていた。なぜ私たちがそこにいたと思う？ウィンズローアコードが NRC と同じものを求めていたからだ。追い詰められた状況では何事も合理的に考えることができる。そこに理性などなかった。ただ生き残りたいがための野獣のような衝動が全てを支配していた。彼は尋問室に連れて行かれた。私たちは急いだ。背後にはアンデッドの群れが迫っていた。一匹でも嗅ぎつけると他の奴らも押し寄せてくる。ヘンドリックスは私たちが何者かビショップに伝え逃げなければと言ったが、彼は他の研究者、つまり仲間を置き去りにすることを拒んだ。私たちの目的ははっきりしていた。ビショップが優先事項だった。だがビショップは彼らを見捨てることができなかった。大変な危険を冒すことになったようだな。治療薬を機能させるには彼らが必要だった。替えが効かないと。少なくとも私たちはその器ではなかった。ある意味お前と NRC はさほど違わなかった。欲求に対してどこまで追求するかという点において、手段は違えど理屈は同じだ。世界を救うために犠牲になりたいとは誰も思わないが、いざとなれば自分にはそれができると思いたいものだ。独房の中には誰がいた？ジアド・カリル、エジプト軍の一員だ。65年までビショップの研究所を担当する警備兵だった。こうして私たちは出会った。ヘンドリックスは彼のロープを切って下ろし、他の人質も解放するとテイラーに伝えた。だがテイラーは時間がないと告げた。基地には NRC の増援が押し寄せており、必要にビショップを追ってくることが想定されたからだ。トンネルは敵兵であふれ、地表への唯一の出口はその先にある貨物用エレベーターだけだった。アンデッドがどれほど迫っているのか見当もつかなかった。
地上では NRC 軍の残党が私たちを待ち伏せていた。貴重な捕虜を意地でも手放すつもりはなかったようだ。治療薬を手にして家族を救えるなら死ぬことさえ厭わなかった。だがそこにいたのは奴らだけではなかった。私たちはデッドキラーを実戦で初めて見た。壮観だった。彼らにとってはそれが日常だったのだろう。待ってくれ。奴の嘘に騙されるな。お前の過去を思い出せ。初めてジョン・テイラーと会った時のことを思い出せ。真実を思い出せ。待て、この記憶は間違ってる。ありえない。話した通り、私がテイラーに会ったのはデッドキラーになった後、2065年のコターディストの反乱中、チューリッヒでのことだった。しかしここでは私はテイラーと一緒にいて、私の手足もまだ交換されていない。私はまだ人間だ。なぜお前は私が初めてテイラーに会ったのはチューリッヒだったと言った？集中しろ。この記憶を完結させるんだ。テイラーの計画はどんなものだった？私たちはまだ回収地点に向かっていたが、まず橋を爆破しなければならなかった。アンデッドと NRC 軍が迫る中、私たちはディアスに続いた。ハンガーを出た後、ホールと合流した。彼女は橋の爆破を遂行できるように私たちをマレッティのところに連れていくつもりだった。橋での一件の後、私たちは通信センターへと逃げ込んだ。マレッティが先頭に立ち、すぐ先にある装甲車のガレージでテイラーと合流した。
アンデッドがこちらに向かって叫んでいるのが聞こえた。しかしそれだけではなかった。ロボットの大群が迫っていた。ドアを開けるための時間稼ぎが必要だった。ガレージに入らざるを得なかったのだな。そこで何が起きた？ヘンドリックスは戻って他の人質を救出することを望んだ。テイラーはビショップが最優先だと言った。何しろ彼は治療薬を持っていた。他の者たちは作戦目標ではなかった。テイラーは何をした？チームと共に彼が他の者たちの救出に向かうと言った。私たちはビショップとカリルを回収地点に連れて行くことになった。私たちは装甲車を手に入れた。ビショップは今や世界で最も重要な人物であり、死を賭しても回収地点に連れて行く必要があった。装甲車は立ち往生した。ヘンドリック、急に当たったが少なからず時間を要した。周りはアンデッドやロボットだらけだった。速度を上げすぎたため装甲車は制御不能になった。ヘンドリックスはビショップを位置につかせた。ドローン回収機がドロップポッドに到着した後、彼の回収に戻ることになっていた。私たちはとにかく敵の群れを食い止める必要があった。何が起きた？空域が危険だったため頼みのドローン回収機は離脱せざるを得なかった。ビショップの安全が最優先だった。私たちは替えが利く。覚えてるだろう、テイラーが無線で今向かうから持ちこたえろと言った。私には無理だ。またあれを体験するなんてやめてくれ。申し訳ないな。やめろ、やめてくれ。他の選択肢、デイモスを倒したいなら続けるしかない。
世界を救うために追体験するしかないんだ。私は死ぬべきだった。呼ぶ声が聞こえた。あの世から。あの日、私はジョン・テイラーに出会った。私がデッドキラーになった日だ。